いつも YouTube ご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、もやがかった風景の撮影になります。十日町の棚田を撮りに行った時にですね、非常にこうもやが発生して綺麗だった情景があったんですね。でこの情景でですね撮ってる撮影なんですが、もやがあるだけでですね非常に美しい情景に変わりますので、ぜひとも今回の動画最後までご視聴いただき、撮影のヒントとしていただければと思います。それではご覧ください。この状態、もやがかっているのは奥の方なんですが、手前がさほどもやがかってはいないんですが、その状況の中でですね、この撮影をするということになると、撮影している位置はこのぐらいの感じなんですが、出来上がりを見ていただくとこんな感じで撮影しております。まあ見た感じも完全アンダーですよね。でなぜアンダーにしたかということなんですが、この時にですね、適正露出で撮ってしまうと、ハイライトがかなり飛んでしまうんですね。太陽直接入ってきてますので、もちろん太陽の露出を合わせるということは不可能なんですが、この飛び加減とですね、空の階調を重視しております。空の階調がある程度出るところの露出で撮ってですね、あとはローデータなので、そのシャドウ部を引き上げていけばいいということで、このような露出で撮っております。シャッタースピード250分の1秒、絞り8、ISO 100ということになります。レンズ焦点距離がですね 24mm、 こちらのカメラはですねフルサイズなので、まあポテンシャルが結構高いということになりますね。でポテンシャルの高いカメラなので、あえてそのこういう露出で撮ったということもあります。マイナス1と3分の1の露出補正をかけております。で、出来上がった写真ですね、見ていただくとこんな感じになります。やはり質感の出し加減のところ、そして空の階調の部分もある程度出せるというところは、やはりフルサイズのポテンシャルというのは非常に大きいと思いますね。そういう意味合いでは、こちらはフルサイズで撮ったからこそできるという部分だと思います。ちょっとフォーサイズだとこの分の露出の出し方は厳しいと思いますが、まあ、フルサイズなので思い切ってこのぐらいの露出で、少しかなりアンダーに見えるんですが、あえて意図的にこの露出で撮っております。続いてはですね、少し移動をして、ちょっとカメラアングル、違うカメラアングルで撮っています。今度はですね、フォーサーズのカメラです。こちらはハルジオンですかね、ハルジオンを撮っておりますが、カメラアングルこのぐらいの感じですね。家内の望遠を使っております。こちらは 168mm の焦点距離なので、 35mm 換算で 336mm という焦点距離、かなり望遠で撮っております。ストレートで撮るとですね、かなりアンバー系な色が強く出ますね。もやがかってるということもありますし、まあ、逆光ということもありますよね。日が出たばかりの時というのは結構赤っぽいので、このような形で映ります。5150kelvin 色温度ですから、まあ、5500kelvin、ほぼほぼ通常のケルビン数で撮ってるんですけども、5000ケルビンということですね。となるとこのぐらいの色で映りますが、まあ、これではですねちょっと赤っぽすぎるので、こういう場合には色調補正をした方がいいですね。ただカメラアングルですね、ちょっとまだ高い、もっと低くしてですね、この手前側の前ボケを生かしたいと思いまして、さらに低いアングルで撮った作品がですねこちらになります。相当低いアングルですよね。あえてこの手前側の草花をですね、玉ボケに出てますから、そちらを利用してですね、このふわっとした明るい感じで表現をしております。このぐらいに前ボケを入れてしまうといいと思いますね。色温度補正をするとこのぐらいの感じ、まあ、ちょっとですね色温度補正し直すならば、こういう感じの色調にもできますね。この辺りはですね、どのぐらいの色調がこうご自身の好みになるのかということになりますね。通常の5000ケルビンぐらいだと、やはり先ほどのように結構赤みが強くなってしまうんですね。ですので少しずつこう調整をしていって、この加減をこう自分なりの加減をですねこう見つけていただければと思います。少し自然なサイドを入れてますが、自然なサイドを少し入れた方が色調のこう色味が強く出てくるので、こんな感じで表現してみてもいいんではないかなと思います。少し明るめにしてですね、ふわっとした感じ、このふわっとした感じがこの作品の良さになると思いますので、ちょっと明瞭度は入れてもむしろいいかもしれないですね。キリッとしたこうピントの部分を表現するということで、まあ、若干テクスチャーも入れてますが、こんな感じで表現するといいんではないでしょうか。ですのでクリアに撮りたいのか、それともこうふわっとして撮りたいのか、そのイメージによってですね、変わってくると思いますね。絞り4ということで、絞り開放で撮ってますね。絞り開放で撮って、168mm、336mm 相当ですね。1600
分の1秒ということで、絞りを開けて玉ぼけを丸くするということですね。よくちょっと絞ってしまう方がいるんですが、そうするとですね、絞りの形が出てしまう。絞ってもですね、円形な玉ぼけが出るようなレンズもありますが、通常の場合にはですね、どうしても六角形とか八角形とかっていう角が出てしまうので、絞り開放で撮った方がいいですね。その代わり、ちょっと少しピントの切れは甘くなりますので、その分はテクスチャーなどを入れて、少し明瞭にしていくということでいいと思います。まあ、シャープを少し入れていくという手もありますね。まあ、こういう場合にはちょっとシャープを入れてももちろん問題はないと思います。さあ、続いてはですね、アップで撮った作品で見ていただきたいと思います。こんな感じですね。まず白レベル少し、上げてみましょう。こう白っぽい感じをより強調する、太陽の力強さを表現した方がいいと思いますね。そしてコントラストはですね、あまり強く上げすぎてしまうと、せっかくもやの感じが出ているのが出なくなってしまうので、こんな感じでいいと思います。で、若干霞除去を入れてみましょう。若干の霞除去を入れてみるとこんな感じですね。さすがに結構もやが強すぎるので、若干霞除去を今回は入れております。そして先ほども言いましたけども、色温度を調整していくとだいぶ感じ変わってきます。こういう感じですね。こういう絵柄はですね、意外にモノクロがいいんで、ちょっとモノクロにしてみましょうか。モノクロの場合はちょっとコントラストを逆に強めてですね、空を選択してみますね。で、空を選択してちょっと光量を出していくと、こういう感じでできます。この空の選択、結構こういう時いいですね。モノクロの場合にはですね、結構空の選択役立ちます。こういう感じでですね、奥の感じ出てきますよね。こういう風に質感を出すことができます。若干ですね、この部分がちょっとノイズっぽくなってしまうんですね。ですので、ここはちょっと後処理した方がいいので、こういう場合にはですね、線形グラデーションを入れて、この部分の階調を少し弱めます。コントラストを逆に少し弱めていきますね。コントラストは上がりすぎてノイズが目立っているので、少しコントラストを弱めていくような感じにしていくといいと思います。空の濃度はあまり今回のこのもやがかった感じでは出したくない。露光量を上げていきましょう。このぐらいの感じのふわっとした感じにですね、こんな感じにしていきましょう。そしてですね、シルエットがもうちょっとはっきりさせたいところなんですね。で、この時に全体のシルエットをはっきりさせてしまうと、もや感があまりなくなってしまうので、ちょっと中心部分、この部分だけをですね、やってみたいと思います。この部分だけをマスクで選びます。で、この部分の露光量を少し上げていきましょう。コントラストですね。この部分のコントラストを少し上げていきます。こうブラシでですね、動かしながらちょっとこうコントラストを上げていきますね。こんな感じでいいと思いますね。このような形にして、その全体のメリハリをですね、ちょっとこう段差をつけるというか、全部を真っ黒にするのではなくて、明暗の差をちょっとつけてあげる感じにするといいと思います。で、ここ少し黒っぽいので、ここもちょっとブラシで別補正します。ここは少し明るくしていった方がいいでしょう。マスクで選んでですね、この露光量を少し明るくしていきます。そう、ここはそんなにこう質感を出すところではないので、こんな感じで仕上げればいいと思います。で、やはりちょっともやがかって少しシャープ感が欲しいということであれば、ちょっと明瞭度を入れてみるという手もあるんですが、これコントラストとはちょっと違うので、ここら辺の後ろの加減がちょっとこう変わってきますよね。明瞭度を上げることによって、こう後ろ、ここら辺の感じですね、ここら辺の感じ変わってきますよね。ちょっと明瞭度でこう出していくくらいだったらいいと思いますね。こんな感じで仕上げればいいと思います。続いてはですね、もっともやの強い場所があったので、もっと強くなったというかですね、太陽が映ってもやが出た状態、もやの中に太陽がこう浮かんでる状況になりましたので、そこを撮った作品で見ていただきたいと思います。状況とすればですね、このような感じの状況です。刻々と光が変わる中でですね、だいぶこう雰囲気変わってくるんですけども、こちらからですね、ちょっと全体を見ていただきましょう。このような形で、ちょっとアップでも撮ってるんですけど、こんな感じですね。
こんな感じで撮ってるんですけど、今回のこの写真のイメージだったら少し引いた感じの方がいいですね。この感じの方が面白いと思います。まあ、この写真かこの写真というところになりますね。このような撮影の場合、ピントがですねずれてる場合がありますので、よく注意をしていただければと思います。とてもピントの山がはっきりしないんですね。ですので、まあ、必ずライブビューを使ってマニュアルフォーカスでピントを合わせた方がいいですね。拡大して見てみますと、こちらの画像少しボケています。でもう一枚の写真ということで2枚撮ったわけですけども、こちらの写真はですね合っていますね。この合ってるかどうかも非常に分かりにくいぐらい、そのピントの山がはっきりしないんですね。まあ、ピントを合わせた位置は木立のここに合わせたんですけども、この位置のピントの違いを見ていただくと分かると思いますが、こうですね、やはりピントが合っているのはこちらということになりますね。で仕上げに際してはですね、白レベルから調整をしてみたいと思います。白レベルをですね少し上げてみると、どんな風に見えるかで見ていただきます。で上げすぎるとこのように飛んでしまうので、ここまで行くとせっかく太陽を入れて写したわけですから、太陽の輪郭、ここが出るようにして、仕上げた方がいいですね。であまりこれがはっきり見えすぎてもちょっと暗いかなという感じになるので、で、データはですね125分の1絞り8で ISO100 ですね、 70mm の焦点距離、 35mm のフルサイズなので 70mm ということですね。さあそれではですね、ここからどのようにして仕上げていくかということなんですが、この場合はまず明瞭度ですね、明瞭度を入れてみましょう。明瞭度を少し入れて、ちょっとメリハリをつけていきます。さすがにかなり濃度が濃いということですね、霧の感じが相当濃く出てますので、このように質感を出していきます。この時に下の質感があんまり出るとちょっと良くないので、ちょっと目線がこちらに行ってしまうので、こちらをですね若干マスクで濃度を上げていきます。これは若干で結構です。あまり強くは上げすぎずに少しだけ濃度を上げて、まあ、質感がちょっとうっすらと見えるぐらいの感じにしていけばいいと思いますね。はい、そして全体のコントラストも少し上げていきます。で、色温度を調整します。ちょっと色温度をですね今度は、白っぽい方向ではなくて、逆にちょっと赤っぽい方向に入れていった方が面白いと思いますね。 5600K ぐらい、若干ちょっと赤っぽい感じにした方がこの雰囲気に合うんじゃないかと思いますね。以上のような形で仕上げていくといいですね。あまりですね、こういう被写体の場合にはコントラストやピントを注視しすぎないということ重要ですね。わずかに入れる程度で結構です。その中にこうもやがかったところのこう奥行き感みたいなのが必要ですから、ただ若干の明瞭度はやはり入れた方がいいと思います。これだけのですね濃い濃度の霧になった場合にはですね、若干明瞭度を入れた方がいいと思いますし、霞除去も場合によっては入れた方がいいんですが、あまり霞除去を入れてしまうとですね、ちょっとせっかくのこうふわっとした感じがなくなってしまいますので、この部分気をつけていただければと思います。まあ、その濃度によってですね、霞除去必要になるときとならないときと、全体の光の加減とかですね、そういったことによって変わってきますので、この点は霞除去が効きすぎないように、この部分だけ注意をしていただくといいと思います。今回のですね、もやがかった風景、写真というのは一期一会ですから、その段階で撮れなければ次のチャンスはないと思うぐらいの真剣な気持ちで撮っていただきたい。ただあまりですね力が入りすぎるとかえって失敗してしまうようなこともありますので、まあ、リラックスして楽しみながら撮っていただく、そして数多く写真を撮るということも重要ですね。写真というのはどうしてもカメラを使って撮るわけですから、このカメラの使い方に習熟する、慣れるということが重要だと思います。ぜひとも今回の動画を参考にしていただいて、さらにスキルアップを目指していただければと思います。それではまた YouTube でお会いしましょう。